さあ2022年シーズンは延長12回制が採用されたというニュースがね先日出てきましたけれども、先日の動画でも少し触れましたが、今のところですね特別オリックスにだけ影響があるかって言われるとそうでもないんじゃないかと思ってるんですね。ただ昨年はオリックス非常に引き分けの数が多くて18試合もありましたから、単純計算していて3イニングかける18試合、つまり54イニングを投げてくれると投手と複数人の代打の切り札が必要だと思ってます。例えばこの日の試合は9回打ち切りですけれども、残りのね3イニングが追加されるということは複数人代打が出てきてもおかしくないですよね。というわけで今回のテーマは延長戦のイニングイーターと今年期待できる代打の切り札についてお話をさせていただきます。延長12回制オリックスにもたらす影響はどれぐらいのものなのかっていうところはねまだわからないですが、昨年の18の引き分け数、これを一つでも負けないためには延長戦でも点を取られない投手と大勝負で決着をつけられる代打陣が必要になってくると思うので、皆さんはですね延長戦で投げる投手、代打の切り札、新たな選手で言うと誰を想像してますか？これからね僕がご紹介をする選手の中にもしかしたらいるかもしれないので、ぜひとも最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。では早速一人目からご紹介をします。ガルビスなんて目じゃないと思うんですよね。バレーラーでございます。はい、年齢は30歳ですけれども、右投げ両打ち、ファースト、セカンド、サード、そして外野もできるというユーティリティが非常に武器の選手ですが、メジャーでは打率2割5分とホームランもそんなに多いわけではないんですが、 3A では左右両方でホームランを打ったりとか OPS もすごく高かったりします。打率も3割超えてますよね。こうなってくるとオリックスちょっと長打も期待してるよねっていう風に考えますよね。ただコロナの影響もあってですね、そもそも来日できるのか、ライバルはラベルと T さんで、このあたりの競争次第ではですね代打の切り札枠として在籍をするっていうこともあり得るかなと思うんですが、ソフトバンクではねバレーラの一段階上の選手だと言われているガルビス選手を獲得しましたから、ぜひともこのガルビスには負けないようにね頑張ってもらえたらと思ってます。2人目はジョン・ジー枠になることもありえそうだなと、ラベロでございます。年齢29歳ということで、レギュラーシーズンではですね少ないながらも4割2分9厘の打率を残したんですが、 CS では1割、日本シリーズでは0割となかなか短期決戦では結果が出せなかったので、おそらく今年も外角ガンガン攻められると思うので、いけるのかと、レフトの守備は守れるのかと、もしレギュラーでなくてもジョン・ジー枠にはなりうるのかというところはねちょっと意識をして見ていきたいなと思ってます。まあラベロに関してもね来日できるのかどうかっていうところがすごく、まあ、不安にはなりますけれども、3人目はもうファーストをねやりだしたらそれはもうということで、足立選手でございます。これ結構驚いてしまったんですが、まあ、足立選手がファーストもやってますと、出場機会を求めてっていうことなんですが、まあ、これはですね、まあ、意味するところで言うとスタメンというよりかはまあ守備要員というか代打の切り札として立ち回りが変わっていったのかなと思うんですね。本来であればねもう絶対的なショートであったりとか、昨年はねセカンドもこなしていると、スタメンでっていう意識よりかはまあ途中からでもファーストでもいろんなポジションやりながら試合に1試合でも出たいっていう考えなのかなとは思うんですが、やっぱり足立選手に関してはね本当に難病との付き合いがあると思うので、僕はですね二遊間で今まで通り三勤一休みたいな感じでですねやってもらえると非常に体調面と相談しながら継続的に活躍できるんじゃないかとは思っているんですね。まあそんな中ですねファーストにも挑戦ということであれば、まあベンチ要員というか右の代打の切り札として躍動していくのかなと。そしてかなり贅沢ではあるんですが、足立選手に関してはショート、そしてセカンド、サードと素晴らしい守備力がありますから、守備要員として今待機をするのかなと思います。まあこの辺を考えるとね、オリックスの補強というタイトルで以前ね更新をしましたが、川島慶三選手を獲得するのかどうかみたいな話もねチラッとしたんですけど、守備要員で右で、そしてセカンドファーストも守って代打の切り札ってなると、川島慶三選手はやっぱり不要だなってっていうところに落ち着くと思うので、全然獲得に動き出さなかったっていうところが非常にこう納得できますよね。
続いては延長を投げてくれる投手のご紹介ですが、ここ最近でご紹介をした例えば2022年シーズンかなり気合が入っている選手であったりとか、オリックスのネクストブレイク部門であったりとか、最近のキャンプで注目している投手、このあたりに関しては延長戦でも期待をしていますが、これらの選手以外でどうせならご紹介をできればと思ったので、早速ご紹介をしていきます。まずは一人目、結婚おめでとうということで、小木田投手でございます。高卒で社会人歴5年目なんですよね。 TDK から入団をしたドラフト7位の選手ですけれども、2年前のドラフトで指名をされた阿部翔太投手もそうなんですけど、最近若干ですね、東北での社会人投手が下位で指名されてるなっていうふうに思ってるんですね。かつ阿部翔太投手も先発で最初期待をされてたと思うので、小木田投手もなんとなく先発でなんか始まるのかなとは思っているんですけど、このあたりどうなんですかね。あとは社会人時代に怪我をしたことがあるということだったので、あまりですね、延長戦とはいえですね、負荷をかけすぎると怪我再発っていうことも起こりうると思うので、そこはね、管理してもらえたらなというふうには思ってます。そして最後に、変則は何も右だけじゃないよということで、斉藤投手でございます。はい、この斉藤投手に関しては、昨年のシーズン後半戦ぐらいにですね、オリックスで非常にこう2軍で調子がいい選手っていうことでね、野手で西村選手、投手で斉藤投手を挙げましたけれども、まあ2軍で無双状態でしたよね。1軍ではなんとなくワンポイント起用が強かったですけれども、ここに来てですね、まあ1イニング任せてみてもいいんじゃないかというふうに思ってます。とはいえ、中川隼人投手、ムクノキ投手、村西投手、比嘉投手とですね、変則の投手がかなり多いので、左とはいえですね、この変則が渋滞している中、斉藤投手がどれだけ台頭できるか、存在感を出せるかどうかっていうところがね、大事になってくるのかなというふうには思っております。今日の内容をまとめると、まあオリックスですね、年々着実に選手層に厚みが出てきたなと改めて実感をしました。足立選手をですね、守備要員、代打の切り札、まだ決まってはいないんですが、そんな感じでですね、考えられる日が来るなんてっていうことなんですね。ラベロであったりとか、バレーラーもですね、活躍次第では T さんが代打待機っていうこともあり得ると思うので、そうなるとですね、この T さんであったりとか、足立選手が代打で待機をしているベンチ要員になるっていうのが、オリックスバファローズが日本一になるための意外と鍵になったりするかもしれないので、2019年からガラリと変わったこのドラフト傾向がようやく実を結ぶのかと思うと、なかなか感慨深いなと思いますね。いかがでしょうか。今日の内容は、延長戦のイニングを投げてくれる投手と新しい代打の切り札というテーマでお話をさせていただきました。ざっと5名の選手をご紹介しましたけれども、皆さんが期待をしている選手は出てきましたでしょうか。ぜひともですね、皆さんのお考えをコメントしていただければと思います。そしてオリックスを語るチャンネルでは、インスタグラム、ツイッター2つの SNS を更新しております。ぜひともですね、どちらかやってるよという方がいらっしゃいましたら、フォローの方お待ちしております。それでは本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録お待ちしております。